ビッグカメラ前、お集まりの皆様、突然大きな音でお騒がせになっておりますことをまずお詫びを申し上げたいと思います。15日より始まりました衆議院議員選挙、この岡山1区に国民民主党公認候補として立候補させていただきました、佐々木英治54歳でございます。ちょっと今若く皆様方にお伝えしようと思いまして、言いかけたんですが、ちょっとこれまずいなと思いまして、もう正直に言いました。54歳です。趣味は玉木雄一郎ではなくて、趣味は家族、あまり面白くはないんですけども、家族を大切にしております。54歳佐々木雄一でございます。で、私は昨年の3月まで与えまして3期10年市議会議員を務めさせていただきました。この3期10年の市議会議員の経験を生かして、皆様方の介護、医療、子育て、学校教育、防災対策や治安対策、地域経済や農業振興、皆様方が思いつく生活に関係する施策、こういったようなところに積極的に取り組んでいき、皆さん方が制度が良くなったな、制度がちゃんと回るようになったんで、経済にも刺激を与えることができるようになったな、そういったようなところを皆さんに感じていただけるところを目指して議論参加させていただきたいと思います。そのためにはこの激戦であります岡山1区、何が何でも立ち抜いていかなければいけません。皆様方のお手の中にある貴重なご一票は、ぜひ私佐々木雄二に託してください。そして2枚目の政党を選ぶ比例代表選挙は、国民民主党と自信を持ってお投じいただきたいと思います。皆さん方からお預かりする貴重なご一票ご一票は、私は預かるものだと思っています。責任持って預かる、皆さん方のお気持ちを託していただく気持ちを、期待をしっかりと私は預かる、背中に背負う、それが選挙の一票一票の重みだと思っています。その中で私が今回の選挙でやらなければならないと思っているのは、政治の不信です。私は間違ったことが大嫌いなんです。政治を金儲けの道具にするなんか言語道断なんです。本当ね、私も個人事業主で今年は確定申告しました。インボイスもなんか初めてのことでよくわからない手探りの状態でインボイスの確定申告しましたよ。私だけじゃない、多くの方々がこのインボイスとっても頭を悩ましながら取り組んでこられたと思います。マイナンバーで1円単位でも収入を把握され、あなたの税金はいくらですよ、1円単位で請求される、そういったようなところの中で国会議員たちは2000万円、3000万円、しかも自分で何か商売をしてですね、稼いでる話ではなくて、政党の力を使って、政治の力を使って、ポケットにお金を入れたわけじゃないですか。皆さん、私たち国民が一生懸命働いて、汗水垂らして働いて、一生懸命税金を納めている反面、国会議員たちは政治権力に物を言わせて2000万円3000万円ポケットに入れても何の疑いもない、こんなバカな話ないですよ。こういうことが繰り返されてきたのがこの20年30年の自民党政権じゃないですか。その結果、財政は悪化し、国民のために必要な防衛財源にしても、この社会の課題を解決する少子化対策にしても、お金がない予算が厳しいと言って皆様方に増税を迫る、もっと真面目な政治をしていれば皆さん方に同感をしていただかなくても防衛財源確保できますよ。少子化対策もなんか変なところにわからないように乗っけて、皆さん方に結局500円1000円、皆さん方にご負担をしていただく、そんなことをしなくても財源はちゃんと確保できると思います。むしろその財源が確保できる努力をしっかり
と国会議員たちがやらなきゃいけない。むしろ私はそういった努力をする姿より厚遇優遇にニコニコ止まらずニコニコする姿が止まらない国会議員の姿が私の目に映ってるんです。これが多分多くの国民の方々が政治に向けてる不信だと思います。だから私は国会議員たちに対して議場壇上に立たせていただき、国民に信頼される、国民の前に汗をかける、必死になってこの国を支え守ってきてくださった方にどうですかと胸を張って言える、そういう政治にしながらしないと本当男が立たないでしょ、政治家冥利が立たないでしょ、こういうことをしっかりとお伝えしていきたいと思っています。そのためには本気の政治である私佐々木雄二を国政の場に送っていただく必要があります。どうか皆さん、私佐々木雄二をこの岡山からこの日本の政治を改めていくためにも国政の場に送っていただけないでしょうか。そして一緒に手を携えて国会改革という一歩を踏み出していただけませんでしょうか。皆さん本当お願いですよ。この国今のままだったらダメになります。これは野党だけの問題や与党だけの問題ではない、野党も大きく反省しなきゃいけない。私は野党こそもっともっと反省しなきゃいけないところがあると思います。与党ばかりを批判するんではなくて、自ら振り向いて反省し、そしてその反省したものを皆様方にお見せします。そして皆様方のお目紙にかなうならば、この度の選挙国民民主党佐々木雄二に一票託してください。決して無駄にいたしません。皆様のご一票ご一票は責任持って国会に届けます。それが佐々木雄二なんです。国民民主党の佐々木雄二なんです。どうか皆さん、その力を私佐々木雄二に託してください。力を貸してください。国会に送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。ただいまお集まりの皆様に佐々木雄二魂の声をお聞きいただきました。それでは続いて本日この岡山に駆けつけてくださいました国民民主党新場克也幹事長よりお声を頂戴いたしたいと思います。お願いいたします。岡山の皆さん、ただのご紹介いただきました国民民主党幹事長の新場克也でございます。今日まで我らが佐々木雄二さんを地元岡山の皆さんがお支えいただき、またお育てをいただいて、一昨日から始まったこの選挙戦、10月とは思えないこの熱い戦いですが、本当の皆さんの献身的な思いでここまで駒を進めることができました。心から感謝申し上げたいと思います。たばきと手分けをして今日本列島をずっと回って吠えてるんですよ。私たちはね、4年前の9月15日与党を批判だけする野党とは決別しようと言って国民民主党を立ち上げたんです。旧国民民主党には約70人の議員がいます。野党第一党立憲民主党と国民民主党だ、2つの政党が党名も変わらない、綱領も変わらない、政策も変わらないのに15人以内の全員が立憲民主党に移ったんです。それはなぜか、国会議員になりやすいからです。同じ政策なのに移る必要ないし魂売れないね。我々が仲間が働いて大切にしている産業や企業を政策的に否定するところにはいけないな。自分たちが選挙に負けても仲間を裏切ることはできないね。魂は売れないな。玉木と2人で国民民主党を作って2人で新橋の街頭演説やって、あのクールでスマートな玉木が涙流した。不安とむしゃぶりとよしやってやるっていう機会だと思う。15人来てくれたんですよ、15人。その15
15人の有志と我々は約束したんです。この国民民主党は3つのことを絶対守ろう。1つは対決より解決だ。どこぞの野党の議員のように週刊誌を片手に大臣の首を取るような質問をしない。スキャンダルばっかりでお前の母ちゃん出てきそうだろう、そんなこと言ったって何の腹落としにもならない。そんなスキャンダル追及の暇があったらこの国の税制や政策を議論しよう。そして与党のところに反対することもある。反対ならば右の手でその解決策を示して、これが対案だ、それが対決より解決なんです。二つ目、選挙を国会議員の就職活動にするのやめよう。どの政党に行ったら自分が国会議員で居続けられるのか、どうやったら比例で復活できるのか、最初から選挙区で諦めて、どの政党だったら比例で入りやすいかな、まあ、岡山にはそんな人はいないと思いますけど、各自いるんですよ。コロコロ政党を渡り歩く人が、国民民主党で比例で勝ったって急に維新に行っちゃった人もいるよ。誰とは言わないけど、国会議員が政治家が自分の就職活動のことを選挙でやるから、国民はしなくて政治を信用しないんだよ。政治家が態度を立って自分が負けるかもしれないけど、これが俺たちの政策だったら訴えるんだ。そこに日々勝負をしている会社や皆さんが俺たちと同じように頑張ってくれてる。1円5円10円のお金の重みが分かってる。自分が国会議員になる代わりにこの男に託してみよう、この女に託してみよう、そういう就職活動のような選挙を政治をやめようと。3つ目が、選挙の時に約束した公約の実現に徹底的に加わろう。市会議員も県会議員も市長も町長も県知事も国会議員もみんな政策修正議の時に出すよ。立派なこと書いてあるよ。だけど選挙が終わったらみんな忘れちゃう、全部シュレッダーだ。でも国民民主党、我々はそれやめようぜ。選挙の時に公約したんだから、徹底的にこの実現にこだわろう。国民民主党ってね、今17人しかいない。与党は430人からいるんだよ。その後ろに官僚が60万人ついてる。60万人の官僚をスタートした430名の与党にたった17人で真剣勝負してるんです。だから我々は我々の政策を伸ばすためだったら自民党よ、補正予算に賛成するからガソリン税安くしてくれよ。だから賛成してトリガー条項凍結解除させようとしたんです。岸田さんやるって言ったんです。萩生田さんと私交渉してたから、そしたら萩生田さんが政治家の問題で失脚して、その次にできた交渉相手がこれ待ってるから言いづらいけど片山さつきだよ。もうミスター財務、ミスター財務省だ。これ財務省に取ってるんだけど、これはパワーだよね。羽生田さんやる気満々だったんだから、羽生田さんなんで失脚したんだよ、もう政治家で失脚してくれよって言いたいよ。だってね、リッターあたり 53.8 円の税金取ってる国は日本だけだよ。買ってもいないガソリン税にまた消費税かけてるもこの国だけだよ。 53.8 円のうちの25円10銭は暫定税率って言って、50年前に田中角栄が2年間だけ金持ちが乗る車にガソリンに25円上乗せさせてちょっと、2年か5年だって今年で50年だ。ガソリンだから道路のために使ったと思ったら何使ってもいいって、こんなバカな税金の取り方ありますかね。車に乗ってガソリン入れるだけで9種類9兆円どんな取り方するのか誰も説明できないよ。ここの自民党の国会議員聞いてもらう、ガソリン税9種類9兆円どうですかって答えれるわけないから、答えられないようにわざと複雑会議してるんですよ。財務省の一部は税金は国民のものだよ、払ってる納税者が分かりやすい税金にしろっていうの。
先ほど言った社会保険料もそうだよね。みんな現役世代が企業が馬鹿高い社会保障費、個人負担と企業負担によってその半分以上は本来の人ではない後期高齢者のために全部待ってる。本当に困ってるおじいちゃんおばあちゃんを助けることはいいけど、現役世代よりはるかに裕福な先輩方いっぱいいるよ。同じ3割でいいじゃないか。世代間だけじゃなくて世代の間でも世代同士でも助け合いをしないと現役世代降りちゃうよ。でそもそもなぜ今選挙やるのかね。能登半島選挙どころじゃないよ。投票所に行けないんだから。被災地で震災から逃げてきて、その被災地が水没してポスター貼れ選挙に行け。石破さん目を覚ましてくれよ。そもそも石破内閣が何やりたいのかみんなわからないよ。所信表明1回きりで俺のためにか10分ずつ衆議院3人で代表質問やって党首討論10分、農水大臣何考えてるのか、経済産業大臣何考えてるのか、外務大臣何やってるのか、そもそも皆さん大臣の名前すら覚えてないでしょ。それで薄っぺらい所信表明やって選挙解散ですか。なるべく政治の金の問題でこの傷を浅くするように石破さんが顔が変わってこの勢いで選挙やっちまえ。だから政治の金で問題のあった議員もほぼ全員公認されてるでしょ。懲りてないんですよ。私はねマイキングだっていいけど石破さん嫌いじゃなかったよ。総裁選挙前までの総裁選挙までの石破さんいいなと思って総理になったらガラッと変わっちゃったね。石破さんも辛いんだと思うよ。後ろから言うな言うなこれやれあれやれって言われてる。ただねこの中にも自民党応援してる人たくさんいると思う。自民党応援してる人に私はお願いしたい。今度だけは自民党を愛する人がいればそのために目標を据えてくれ。コンビニで100円のおにぎり万引きすれば誰だって捕まるよ。会社組になって家庭が崩壊だ。おじいちゃんおばあちゃんのサラリーマンだってみんな真面目に税金払ってるよ。30年間働き給料上がらなかったけど必死になってた。怠けてないのに給料上がらない。それは政策が悪いから。国の税収は 26%、27% の去年から上がってるのに我々の収入の手取りが目減りしてばっかり。だから我々は給料を上げる日本経済手取りを増やそう。いわゆる評論家から馬鹿にされたよ。国民民主党労働組合みたいですね。結構やらなくて俺たちたった17人だ。17人だって本気で皆さんの手取りを増やしたい。おじいちゃんおばあちゃんの年金を増やしたいな。安心して買い物して学びたい若者が奨学金という借金300万円もしなくても学びに従いしたいよ。だから今度は自民党国民を舐めるなよ。納税者を舐めるなよ。目を覚ましてくれよ。するとあんた方がしっかりしないとこの国舐めんなるんだ。与党だろ。私はね太陽を立ってこの戦いに挑戦した佐々木英さん頑張って高校に行って中退してハープにしろと考えて我々雑草だよ。自民党の2世3世のように胡蝶蘭やユリやバラの花のようなまだいいような花じゃない。その辺に咲いてる雑草だ。だけど雑草にも魂があるよ。絶対枯れないからね。この岡山から日本を動かしましょうよ。いろんな野党もかっこいいこと言うけど結局政治の金で完全に生活活動をやめて文書交付金全部公開してるのは国民民主党だけです。だって維新なんて自民党と一緒に政策活動費でどうしちゃったんだからね。10年後に公開国取りだとんなバカのとなぜ野党があんなに賛成したんですか。立憲民主党だと100万円公開してないよ。自民党批判する前にまずやろうよ自分たちが。どうか皆さん集めた税金を使うまで働いて税金を払ってる一人一人の立場に立ってたった17人の国民民主党一緒にかじりついてるこの子にとおりが
たいと思います。どうか皆さん、地元の須崎優里さんに心からお願い申し上げまして、そして大事なのは2枚目の比例に国民民主党で書いてください。これがみんなの多くをね、選挙で撤回してもまた帰ってくる、このせいでもありますから、2枚目に国民民主党、皆さんの力が止まりますように、心からお願い申し上げまして、日本一のある富士山のある静岡からやってまいりました、国民民主党幹事長新葉和也からの心からの感謝とお礼のご挨拶を伝えたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。